話を聞いたのは、去年41試合に出場し4得点を挙げた藤原宗也選手と、セレッソ大阪から復帰した新井直人選手です。新井選手は2019年、練習生としてアルビのキャンプに参加。そこから契約を勝ち取ると、いきなり開幕スタメンに抜擢され、シンデレラボーイと呼ばれました。そんな新井選手について、松橋監督は、何かこう覗き込まれているような、隙がないというか、もう全部見透かされているような。この洞察力と複数ポジションをこなせる器用さを武器に、去年レンタル移籍先の J2 徳島で38試合に出場した新井選手。3年ぶりのコーチキャンプについて聞くと、フィジカルコーチの人もジムのトレーニングも結構なんだろう、まあ、厳しくやるというか、まあ、だから去年ああいう結果が出たのかなっていうのは少し思いましたね。藤原選手とはチームメイトになったばかりで、まだあまり話せていないそうですが、いや僕決められてますから、ビッグサンで決められてますから。去年8月の徳島戦、アルビが2点を追いかける中、ゴールで反撃ののろしを上げたのが藤原選手でした。昨シーズンは互いに J1 昇格を目指すライバルとしてしのぎを削り、チームのリーグ最少失点に貢献した2人。お互いのここすごいなって、自分も欲しいなって思うところってどうですか？守備の予測とか、あとはその対人能力は僕より高いと思います、直人は、うん、やっぱポジションかぶるんで、まあ左かセンターバックやってもらえたらなと。一方、攻撃のところもビルドアップの参加もそうですし、攻撃参加するタイミングとか、求められるサイドバック像の要素を高いレベルで持っている選手だなと思います。自身の強みを見透かされ、思わずめちゃめちゃ言ってくれるから。あとキックがうまい、あの対角線の。いや、ミスってたよ今日。今日ミスってたよ。守備の強度に加え、積極的な攻撃参加や得点など、さまざまな能力が要求されるサイドバック。J3 でキャリアをスタートさせた藤原選手は、初の J1 挑戦に闘志を燃やします。ただボール持ってるだけだと、相手も怖くないので、まあ、よりこうゴールに向かう姿勢を見せて、まあ、結果的にそれが自分たちのゴールを守ることにもなるんで、そこはもっと求めていかないといけないかなと思います。J2 と比べ、プレーの質や個の能力が格段に上がる J1 の舞台。J1 で上位を狙っていくにあたって何が必要だと思いますか？なんだろう、まあ、難しいとは思いますけど、でもそこまで悲観的に思わず、その自分たちがぶれないことは、まず一番大きなことかなとは思ってます。勝つことができるチームにはなりたいかなと思います。やっぱ久々の J1 ですけど、やっぱ新潟が、ここまでやれるんだぞっていうのを、まあ、見せていきたい